はい、こんにちは。今日はね、モジバケルでございます。モジバケルなんですけど、なんか箱大きいですよね。通常のね、まあモジバケルがこの箱のサイズなんで、なんかね、でかいですね。2倍ぐらいありますね。はい、というのもね、これ実はね、モンハンとモジバケルがコラボしてるんです。はい、全部でね、4種類あります。裏にね、こう4種類あるんですけども、1番がね、リオレウス、それから2番がリオレイナ、3番がジンオーガ、4番目がゴアマガラということで、全部で4種類あります。でね、何がすごいかというとね、まあこれはね、今日ご紹介するのはリオレウスなんですけど、こう3文字入ってるんですよ。リオレウスというのはね、このオスの火の竜というふうに書いて、こう3文字を作って、しかも長変換でこのね、リオレウスに連携するというね、すごいもう壮大なね、このコラボ商品です。はい、ということでね、これもうここにね書いてあるんですけど、驚愕の文字バケルを体験しよう。3文字がセットになってるってすごいですよね。しかも大人気のモンハン、文字バケルだけでも人気なのにね、モンハンとコラボしてるということです。はい、じゃあね、これを早速ね作ってみたいなと思いますけども、私今まで文字バケル何種類か紹介してますけど、一文字でもね結構苦戦してるんで、こう3文字ってね結構ね大変だと思います。しかも、ね、変形して3文字変形してね、超変換させなきゃいけないということで、はい、頑張って、作ってみたいと思います。はい、それじゃあね、早速箱開けたいと思うんですけど、これね、箱の両端にね、もうこんだけでかいとね、両方に開けるっていう2つね、あるんですよ。もうすごいですね。これだけでもすごいです。だからもう両方開けちゃいましょう。はい、美味しいガムが入ってます。はい、もう食べません。美味しいの知ってるからね。中の箱を開けると、すごいね、お、これはね、もう、パッケージがすごい。ね、3文字入ってます。3文字。で、シールはね、これ入ってます。はい。で、まあ、これ3文字ね、出来上がってるから、これはまあ、シール貼りゃいいっていうパターンですけど、これをね、長変換させるのがね、すごい大変だと思います。じゃあ、これね、シール貼って作ってみましょう。はい、作り方はね、箱の裏をね、パコッと開くと、このように、解説図がね、入ってますんで、これを見ながら組み立てましょう。はい、ということでね、オスと火と竜という字ができました、できましたっていうかね、シールを貼りました。はい、じゃあね、一個ずつ見ていきましょう。はい、これがオスっていう字です。はい、これが火っていう字です。はい、これ竜ですね。ちょっと羽が反対なんですかね。こうするとね、裏がちょっとね、変換前のが見えちゃうんですけど、こうなってます。はい、それではね、これ、この3文字ね、これバラバラにしたらすごいパーツなんですけど、合体して、ですね、この、こいつ、何でしたっけ、リオレオス。リオレオス、超変換で作ってみたいと思います。はい、リオレオスをね、3文字長変換してみました、こんな感じになります、羽をね大きくこういう風に、広げてですね、すごい、なんとこうね、壮大な組み立てでしたが、この勇姿いかがでしょうか。かっこいいですね。やっぱね、この3文字合体すると結構ね大きなものになります。もうもはやね、原型をとどめてないですけど、まあモンハンとコラボということでね、すごいね、すごいね。しかしこれね、こんな感じです。はい、もしね、文字化けるあるいはね、モンハン好きな人興味あったら買ってみてはどうでしょうか。結構ね、これ楽しいですね。ただこれ長変換した後ね、元の3文字に戻すのもね、これ結構大変です。でもその大変さがまたね、うん、楽しいのかもしれません。はい、興味あったら買ってみてください。
ください。はい、それじゃあまた。